はい、こんにちは、スワークテガと申します。今回はですね、ついにあともう1ヶ月を切りましたね。制限解で新たなるリミットレギュレーション、10月から変わるんですけれども、ようやくね9月になって、まあどういったものがかかるのかと予想が立てやすくなったので、まあそれについて予想してみようじゃないか、こうやって思いました。そうですね、まあいろいろねあるんですけれども、まずはそうか、環境デッキ、今育成級で環境で頑張っているデッキから考えていきましょうか。まあまずは恐竜からいきましょう。まあ恐竜新竜王、恐竜新竜、恐竜新竜竜星、いろいろありますけども、一番やはりかけなければならないのはこちらですね。はい、防電光、はい、あ、プロキシでごめんなさいすいません、プロキシでごめんなさい。これはどうなるか、まあ禁止かな。まあこれは禁止でいいでしょう、正直な話。まず縛りがないで、フィールド上から離れればいつでもどこでもできる、除外されようとデッキ戻ろうと、まあ、墓地に送られようと、破壊されなくて墓地に送られようと手札に戻ろうとね、何でも構わない、まあね、どっからでも出てくる。さらにチューナー、さらにレベルも変化する。まあちょっとやるべきことが多すぎた。捨てして召喚時にカードをサーチで、流星の休止というカードが出たおかげでこいつを出して、まあ、カウンタートラップを伏せて、で相手のカードを無効にしつつデッキから持ってきて、でさらにはこいつの効果で、ね、レベル変動するときにリフンを落としておいて、墓地にリフンを落としつつ、休止で破壊したらリフンを落として、リフンを効果発動してデッキか、まあレベル4の流星持ってきて、さらにまたこいつを出すみたいなことで、一応縛りとしてこの防天候は一旦に一度しか特殊召喚できないって書いてますけど、意味ないよね本当意味がない全然意味がなかったで、制限でも意味が本当ないですよね。2回使うことはそんなないですし、1回使って相手の動きを止めることができたのなら、正直な話、他恐竜だったらカードパワーで押せますから。ですので制限が意味ないので禁止です、これは。次、こちら、はい、化石調査。デッキから持ってくる恐竜族モンスター1体というのに加えるのですけれども、レベル6以下なら何でも持ってくるというのがあって、まあミセラサウルスと、そしてこちらですね、はい、オビラプター、この2つを持ってくる。オビラプター、これはちょっとできることが多すぎですね。防天光もそうなんですけども、デッキからカードを墓地に落とすこともできる、サーチすることもできる、さらに同盟カードもサーチできる、そしてフィールド上のモンスターを破壊することによって、恐竜族モンスターを破壊することによって墓地の恐竜族モンスター一体を特殊召喚ができる。これにはレベル制限がない。まあ、ちょっとこれもね、やることが多すぎた。もともとオーバーパワーを持ってたんですけれど、十二獅子がいるから目立たなかったというだけだったんですよね。ですのでこれが出てくるのはある意味考えられていたこと、予想できたことでした。まあストラクバリア、ストラクに入ったのはしばらくかからないっていうバリアももうないでしょ、もうないでしょ。ですのでこれは2つとも制限、まあ制限でいいんじゃないかな。次、何でしょうね、神竜か、神竜関連、神竜関連はね、いっぱいかかったんですよね。ドラゴニクリー制限かかったり、マスタービームかかったりと、いろいろあったんですけど、やっぱそれじゃ足らないということが、おそを巻きながら気づいたんですかね、皆さん。じゃあまず一つ、はい、こちら神竜剣王マスタービー。まあね、これはもう本当なんか何を考えるにおいても、あ、このデッキマスターピー突破できねえとか思ってしまうんですよこれも出た当初からおかしかったし、自分的にも神竜王を作りたかったんですけど、こいつのおかげでみんな神竜に行っちゃったから、純神竜を作りたいんですよ僕。 これのおかげでできなかったと言ってもいいからね。ですので神竜王マスターピー禁止でこいつ禁止で、禁止にしないと止まんないからね、これ1枚でも全然回るから、で出ちゃったら突破できないからそれぐらいのカードパワーを持ってるから、ドラゴニック D かこいつが禁止だったんですよね、僕の中では。でドラゴニック D はさすがになって感はある。で神竜王を組みたい人がいるわけだから、やっぱかけるんだとしたら神竜マサビなのかな。でもう一つ、これはもうちょっと関係ないんですけれども、神竜とあんま関係ないんですけど、こちら、テラフォーマーズ。このテラフォーマーズは、
純制限になっちゃったから、まあ、純制限になったカードは解除されるか制限になるか禁止になるかっていう不運率があるんですよ。ジンクスっていう、まあ、ですのでこれは、うん、制限かな。だってボン回しも出てるし、他なんだっけ、テラユニバースじゃないわ、デッキから持ってくるトラップ、メタバースでしたっけ、それもあるから。でスパイラルの例を見ても分かる通り、フィールド魔法強すぎるんですよ。これも前々からずっと前から言ってたからな、制限にしろよこれってね、うん、ですので、まあこれは制限です、うん、はい、次、WW 系統、うん、いろんな系統があるんですけれど、まあ、トリックスターとかも使われますから、 WW トリックスターで考えると、こちら、はい、アイスベル、まあ、このカード1枚でデッキから持ってこれる、さらにチューナー引っ張ってこれる、さらにダメージも与えられるということを考えると、縛りがあってもクリスタルウィングシンクロドラゴンを出せるっていうのがあるので、まあ、ベイゴマックスに近い感じはあるよね。まあ、ベイゴマックスが制限なんだったら、まあ、これは、うん、これは、制限かな？これは制限でいいと思う。で、まあ、同じように、こちらスケボード。これはね、まあ、制限解除したんですけど、暴れてるというほどでもないんだよな。暴れてるというほどでもないんですが、3枚っていうのはどうかな感があるんで、純正ぐらいで、うん、一丁、落ち着いておこうかなって感じ。邪魔。はい。で、こちら、アレイサー。召喚獣アレイサー。これもね、今ちょっと怪しいんですけどね。まあでもそれはカード的に考えると、恐竜が、まあ一世を風靡してるから、今。恐竜新竜が流行ってるから、まあこれが目立ってないだけであって、これ自身は非常に出張パーツとしては結構厄介というか、同じような動きになってしまうと思うんですよね。でまあ、コナミ的にも、もう、これ何でしたっけ？スペシャルパックだっけ？だから、うん、パック的な意味では全くもってコナミに金は入ってこないということを考えると、純制限ぐらいはあるんじゃないかなと思う、うん、まあ、一応ね、これ、はい、で、まあ、WW トリックスター関係でこちらトリックスターリンカネーション、リンカネーションと同じくドロール&ロックバード、リンカネーションドロール&ロックバードで完全ハンデスっていうのがあったんですけれど、まあ、ドロール&ロックバードはかからないと思うんですよ。さすがにあれは書けないと思う。だってサーチできないハンド誘発で、でさらに言えばこれからスパイラル入ってくるのにあれ消えたらどうすんのって話だからだから書けるとしたらこっち。でもまあアニメのキャラのカードだし、それこいつ自身トリックスター自身はそんなに上に上がってるわけでもないから、まあ、純制限かなって感じです。ワンキルがあったしね、サモンチェーンからのっていうの、あれは確かリンカネーション3枚打たないと意味がなかった気がするな。はい、とりあえずここが以上で、次がエビシか、エビシ、エビシもね、いろいろ考えたんですけど、やっぱりまあとりあえずこれユニオンカップの、まあ帰ってきてはいいもののリンク召喚と相性が良すぎて、まあ結局ソリティアというか分回しになってしまったから、まあ制限です。でこっちもかける、ドラゴンバスター格闘をかけるのがいいじゃんっていうの、いや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 、これ2枚あったらダメだと思う。これ2枚あったらダメだと思う。かけると思うな、これ。1枚でも面白いと思うんだけどね。蘇生カードを踏まえて使いますって考えたら。ですので、これも制限。ABC は以上かな。次に、まあ、今まではかかってなかったんだけど、まあ、これから見越してかけるよとか、ね、まずこれファイアボールドラゴン、これかけるべきじゃないと自分でも思う。これからどんどん増えていく、スパイラルに限らず、まあ、6部集でも動くからまだまともにアニメで活躍してないんだけど、かけると予想する純制限、これは制限でもいいけどね、正直制限でいいと思う。あ、制限かな、制限だわ、純制限意味ないわ、制限、これはちょっとかけるべきだと思うし、まあ、かかるんじゃないかな。で、こちら、神の通告。純制限の全く意味なかった。全く意味ない感じがする。で、これから先、天使パーミッションが出てくるから、
まあ、それも考えるとこれは1枚かなって気がしますね。で、解除もんがこれダンテはこれから彼岸のリンクが出るらしいんですよ。彼岸のリンクが出ると考えるとやっぱそれを売りたいためにこれを解除してくると思うんですよね。多分彼岸のリンクってあらゆるカテゴリーの中でも求めているカードのうちの一つと思うんですよ、彼岸のリンク。だって相性良すぎるから。ですので、だからドラゴンバスターみたいな一緒ですよ。リンクと相性いいから、こことここを返したっていうのと同じように、まあ、彼岸を返してて、で次また1月か他1月2月3月あ1月か1月にまたかけ直すみたいなことがあると思う。はい、次がこちらサンダーボルト。これはね結構真面目に返ってくると思う。自分はね、ブラックホール制限純制限になってみんな使ってます？使ってないでしょ。正直使ってないですよね、みんな。俺使ってる人見たことないんだよね。ブラックホール2枚積みで助かったとか言ってる人も。で結局全体破壊、モンスター破壊っていうのは高校だからこそ意味があるものであって、先行で回せないカードってやっぱりみんな使わないんですよ、ね、それぐらいに今末期というかそれぐらいに先行分回しが強すぎ、そんな感じです。で返しの手段的なことを考えると、やっぱこれ返してくれよ、これ返すべきでしょですので、これは制限で返ってくると思います。でこれミサイルの神父、これなんで語ったんだっけって自分でも思ってるから返ってくると思う、純制限。なもんかな。純制限だっけこれ。まあ制限解除でもいいですけどいらないからねこれ。でこれで次がスパイラル、みんなかかんないと思うじゃないですか。僕はかかると思ってるんですよ。ガイドとかの例、もしくはコズモが来る前の緊急テレポートみたいな例、もしくはリンクが始まる前の暴風みたいな感じで先読みでかけるっての結構あると思う。ですのでこの2つ、はい、ジーニアス機械複製術、ジーニアス制限、機械複製術純正予想します。ここ当たんないと思うかな。いやでもさ、エクストラパックってこれが終わる頃には2週間以上経ってるわけでしょ、これが終わってから分かるまで。まあ、だからもうほぼ売り切ってる気がするんだよね。だいたい1週間がピークと思うし、だからまあかけるときはかけると思うんだけどな。でジレアだしね、そんなのダブルヘリックスとかあたりだったら、みんな買わないなって感じじゃないですか。ジレアだったら普通に当たるしな。はい、以上かな。他にかけるか何かあったかな、ごめんなさいね。はい、他にはね、一応ほらリストをねこうやって、まあ、見比べてみたんですけど、細かいところで言うならいくらでもあるんですよね。細かいところで言うならば、この純正弦あたり、この純正弦あたりの何かな、黒き森のウィッチとかもう全部解除してもいいと思うし、スカラマリオン、ダンテが帰ってくるんだったらスカラマリオン解除してもいいなと思うし、まあ、レスキューキャットももう 全解除してもいいと思うし、天気も解除していいと思うし、他には儀式の準備がちょっと怪しいかな。ベンデット出て、でまあパーデコも出てるから、まあ、帰ってきてもいいかなとも思うし、まあ、帰らないなとも思うし、竜の警告は微妙ですね。デストルドー先輩が出たから竜の警告が相性がいいっていうことになって、また制限っていうのがあるかもしれない。ないだろうけど。でまあ、制限カードの中においてもまあまああるんだよなこれ、まあ、さっき言ったミストバレーの神父とかもあるし、まあ、阪神の帝王とか帝王関連、新帝王領域とかなかったけど、ね、ほらこの辺もうこの辺も返していいと思うし、ユニコールのネクレスももういいでしょ。ネクロス関連もうぶっち返してもいいと思うけどな。この辺はジェネクスバードマンもどうなんかな。ジェネクスバードマンはダメなのかな。ボムフェネックス、まあ、この辺はね、ボムフェネックスあたりはね、
あ、ハイパーライブラリアンとか帰ってきていいの。もう帰ってきていいと思うのは。絶対使わないということがわかるから。禁止カードの中に置いても、一番帰ってきそうなのは何かな？ああ、そうそう、前々からずっと言われてる同族感染ウイルスね。前の海底でも同族感染ウイルスが帰ってくるよみたいなデマが流行って、回ってたよね、情報的に。他は、マジェスペクターユニコーンも、マジェスペクターユニコーンもいい気はするけどな、ダメなのかな。まあ、チェインはダメだね。あ、エラッタで帰ってきそうなのがレベルスティーラーとかな。いつか。次ではないだろうけど、いつか。単一制限ついて。他には、禁止はそんなないかな。審判パード中の審判。一枚ぐらいは帰ってきていいと思うんですけどね。そう、難しいんかな。面白いと思うんですよ。審判一枚帰ってきたら。それだけですっごく面白くなると思う。だって他のやつに比べたら審判なんてさ、今分回してる環境デッキ群のことを考えると審判なんて正直へじゃねえと思うもん。何？カード入ってデッキからでエンドフェーズにデッキから3枚サーチで、その後デッキから出てくる。うん、だからって感じがするしな今。正直しばきにいけるでしょ。はい、以上になります。まとめると、こんな感じになってる。僕の予想ね。まあ、どうなるかわかりません。ちょっと自分的にはかけすぎだなと思ってるから、この中のいくつかが当たればなって気がしてる。ただ、自分の中ね、僕の中では、これらはかけていいと思ってるから、かけたら面白くなると思うし。はい、以上になります。ワクテカの一応、制限予想動画でした。もしね、皆さんの中でこれかけるよとか、これ帰ってくるよとかいうのあったら教えてもらったら嬉しいです。こんなんが予想ね、みんなの予想を見るのも楽しいから。はい、ワークテカでした。またお会いしましょう。バイバイ。